You packed in the morning, I stared out the window and I struggled for something to say. You left in the rain without closing the door. 映像が素晴らしいから、ピクチャーサーチも長時間プレイもできるから。ソニー、ベータマックス、J1。これからのビデオはピクチャーサーチ付き。飛ばし見、拾い見、自由自在。見たいところもすぐ探せます。早送り、巻き戻しで映像が見える。ビデオはソニー。ポータブルビデオがマガジンサイズになった。この大きさは世界最小。ソニーベータマックス F1 新登場。ソニーの高性能ビデオはクレヨンと同じ薄さ8センチ。今ビデオに求められるあらゆる機能を搭載。ソニーが作るとビデオはこうなります。ベータマックス F11、 お好きな場所に8センチ。リモコンは偉い。リモコンは賢い。ワイヤレスリモコン付き8センチビデオ、ベータマックス F3 新発売。 It's a Sony。送り出される音、それは素晴らしいプロの音です。そうして送り込まれた音を家庭でそっくりそのまま楽しもうというのがソニーの新しいビデオ、ベータハイファイです。映像と同じように音も楽しむ。それが本当のビデオの楽しみ方であるとソニーは思います。1983年、それはビデオの音がデジタルオーディオ時代にふさわしいクオリティを手に入れた年として記憶されなければならない。本格的オーディオビジュアルの開幕を告げるソニーの高音質ビデオ、ベータハイファイ。プロの音が部屋に。こんなにスリムな私のビデオ、ベータプラス。プラスは発展のプラス。ステップが踏めるから嬉しいね。ハイファイプロセッサーをプラスするとステレオビデオに早変わり。将来性のあるタイプ好きです。発展ビデオ、ベータプラス。 It's a Sony。かわいい、声がいい、聖子のビデオ。新しいハイファイシステムビデオ、ベータプラス60。プラスの噂は本当よ。 It's a Sony。このコマーシャルをベータハイファイで撮るとハイファイになってしまう。お試しください。ごっく
音楽のために生まれたソニーのステレオビデオベータハイファイ。 It's a Sony。部屋をハーモニーホールにしてしまったライブなステレオビデオベータハイファイ。 It's a Sony。アンプ内蔵最新の DC ヘッドセット、ヘテロダイン AFM 方式、セラミックフィルター、デュアルソースリザーブ方式、本当に噂のハイファイビデオ、 NEC ベータハイファイ。ビデオ鮮明画像の東芝ビュースター、番組予約も簡単なワンタッチタイマー採用、そして魅力の10万6000円ビデオがぐーんと身近になりました。ウルトラマンありがとう。東芝ビデオ4月1日新発売。ビデオビュースター D60、 新しい総ヘッド VG4 搭載、総ヘッドだから止めてみるスチル、じっくり見るスロー、逆転再生も鮮やか。ビュースター D60 新登場。ビデオを選ぶなら東芝ビュースター。オーディオファンにハイファイビデオ L70、 テレビデモリモコンが付いた S30、 操作簡単みんなのビデオ A9、 みんな鮮やか。東芝ビデオ。新しい機体が生まれてくるね。高画質ハイバンドなら編集を重ねても高画質。編集機能を持った高画質ビデオベータプロ誕生。美しさを求めて旅に出る動物は人間ぐらいじゃないのかな。見たいものだけを録画するビデオだから、ここまでの高画質が求められる。人が初めて見る美しさを実現しました。ハイバンドベータマックス。 It's a Sony。テレビ放送にも使えた ED ベータ、美しさをそっくり残すために生まれたベータマックスです。